皆さんこんにちは。ベルビンク株式会社代表取締役の池上です。で今回は、まあ、昨日の福岡国際マラソンで優勝したマイケル・ギザイ選手の、まあ、走技術についてちょっと解説したいなというふうに思います。まあ、昨日福岡国際で優勝されたマイケル・ギザイ選手は、まあ、実は私も何度か一緒に走らせていただいたことがあるんですが、まあ、真似っていうほどではないんですが、私も結構参考にさせていただいている選手なんですね。で、マイケル選手の走りの特徴っていうのは、まあ一言で言ったら、やっぱりちょっとすり足気味であるというところが、マイケル選手のその特徴の一つになります。まあなんか、すり足っていうと、あんまりいいイメージがない方もいらっしゃるかもしれないんですが、やっぱりその走るときっていうのは基本的には前に前に進んでいかないといけないので、その上下動っていうのは余分な動きになってしまうんですね。で、まあ、すり足じゃないから、膝を高く上げる走り方だから、上下動が大きいとは限らないんですけど、ただその中でも筋力がない選手っていうのは、やっぱりちょっとすり足気味に使った方が、まあ、楽に走れるんですね。で、ただ、やっぱりある程度、速いスピードを出そうと思えば、ダッシュとかしようと思ったら、ある程度大きい動きをする必要があるということで、楽に走るには、すり足気味の方が適してるかもしれないけど、やっぱりスピードを出していくと、まあ動きが大きくなる。まあこの二つの矛盾点っていうものの中で、まあどういう解決策を図っていくのかっていうところが重要なんですが、まあ一回ですね、私、マイケルさんのインターバルで、後ろにつかせていただいたことがあるんですよ。で、2分47、8で走ってたんですけど、その動きの中でも、まあこの映像で流してる通りの綺麗な走りのまんま2分47、8だったんですよ。で、まあ、それを見て、あ、この走りで2分47、8でいけるんだったら、その動き自体はこう参考になるなっていうふうに私も思ったんですね。まあ、その例えば大迫傑選手とか、まあ、そういう選手っていうのはちょっと私にとっては筋力が足りないというか、ああいう走り方はあと10年20年やってもできないだろうなっていう感じなんですけど、マイケル選手の場合は結構そのまあ地面を蹴らずにというか、あまり大きい動きを出さずに2分47、8で走られてたので、まあこれは非常に参考になるなということで参考にさせていただいています。で、マイケル選手の走りの特徴、まあいくつか挙げていくんですが、そのすり足の中でスピードを出そうと思うと、やっぱある程度この体を前傾させて、まあ頭の重さというか重心を前に倒していって、その重心が体が前に倒れる力というか勢いっていうのを使って、まあ、スピードを出しているっていうのが一つ特徴になっています。だからマイケル選手もその走ってる間、まあ、やや前傾姿勢をずっと維持しているというところは一つポイントになります。ただすり足気味の走りっていうものを維持しようと思うと、ここまで前傾するとやっぱり蹴らないとタイミング取れなくなってしまうんですが、ただマイケル選手の場合はある程度骨盤を立てた状態で、まあ、前傾しているということで、日本人にとっても走りやすいんじゃないかなというふうに思います。まあもう一つはですね、マイケル選手の場合は腕振りっていうのが、まあ、常にこの辺で細かく振ってますよね。まあ、ほとんど振ってないって言ってもいいと思います。で、マイケル選手の場合はこの腕振りを細かく振ることによって、やっぱり速いピッチを維持することができる。で、まあその地面を蹴らずに速く走ろうと思ったら、まあ、結局のところピッチを速くするしかないので、じゃあそのピッチを速くするための、まあ一つの工夫というか、自然とそうなったんだとは思うんですが、腕を細かく振ることでやっぱりピッチが速くなるというところに特徴があります。まあだから特徴を挙げると、マイケル選手の場合はちょっとすり足気味に足を使っている。で、そのすり足気味っていう時に足がついた瞬間にもう後ろに流れてるんですよ。だからその地面に足がついた瞬間にこうエネルギーを蓄えて蹴るみたいな動作っていうのが一切なくて、ついた瞬間に足が後ろに流れている。これがまず特徴の一つです。まあこのついた瞬間に足が流れる、まあここでその地面に強く力を加えるっていう、まあ、蹴りみたいなものがないので、やっぱり酸素消費量っていうのは少なくなっているはずです。
で、ポイントの2つ目っていうのは、やっぱりそのやや前傾姿勢っていうのはずっと維持してる。で、ケニア人選手って結構前傾姿勢取るスタイルが多いんですけど、やっぱりその多くの日本人ランナーにとっては、ちょっと前傾しすぎ、普通あそこまで前傾してしまうと、まあ疲れやすくなってしまうんですね。で、まあそれが合う人合わない人っていうのは当然いるわけで、まあ日本人と平均的なケニア人の骨格って骨盤の角度が違うんですよ。で、日本人の方が基本的には骨盤の角度って立ってるので、日本人の方が骨盤を縦気味に使うべきなんですね。で、そういう点からもマイケル選手はそこまで極端に前傾してるわけではなく、まあその本当に綺麗にこの足首のあたりから、まあちょっとこの、まあちょっと顎がこう出てるのは特徴なんですけどね。マイケル選手、苦しくなってきたら顎がここなんか顎が揺れるんですよ。だからテレビとかずーっと見てて、マイケル選手の顎がこうなんか揺れてきたら、あ、きつくなってきたなみたいな、まあそういう癖はあるんですけど、まあそれは置いといて、まあしっかりと足首から前傾して、まあ確かにちょっと顎が前に出てるのは特徴なんですけど、まあきっとそういうのも含めて、重心を前に前にと持っていくことで、力を使わずに前に進んでるんだと思います。まあ、それから特徴の3つ目としては、腕を細かく振っている。まあ腕の高さ自体はマイケル選手の場合ちょっとこう高めというか抱え込んでるので、まあこれ肩甲骨が硬い人はこの走り方はあんまり向かないです。私の場合は肩甲骨硬いんで、やっぱりもうちょっと低い位置で振った方が楽に振れるんですが、まあマイケル選手はいずれにしても腕を細かく振ることによって速いピッチっていうのをずーっと維持しています。まあ要するにその抱え込むという意味では、まあその分の姿勢を維持する筋力っていうのは必要かもしれないんですが、まあ大きく振る必要がないので、振るっていうよりは揺れてるような感覚だと思います。力を入れて振ってるっていうよりは、走りの中でもう勝手に腕が揺れてるぐらいの感覚だと思います。まあそれでもう1キロ3分ペースで走ることによって、やっぱりああやって省エネでずーっとスタートからゴールまで押していけるということで、マイケル選手優勝おめでとうございます。またどっかでお会いできると嬉しいなと思います。視聴者の皆さんもまたどっかでお会いしましょう。